法廷補助は女性の士官を推進。評倫官の陸貴直は優秀者の試験を免除。天下の英才たちが続々と都に集結した。成功30年の春、新たな試験の幕が開けた。管理員、必ず試験に合格し女官になってみせる。時が過ぎ、世は変わってしまった。各地を旅して回る、それが本望。女官なんかになってどうするつもりだ。え、嫁にも行かず何が女学だ。まったく。意志は固いようです。試させてみては。万里の風は癌を乗せる。絶えず移り変わる世の淵勢、どんな困難があろうとも教林館に入ることで変わるのだろうか。G が迎えに来ると言っていたが、この格好。ここをタップすると教林館に移動できる。中を案内しよう。教林風景をタップして。この一着は職人が多く集まる方針師が作ったものだ。どうだ？来たか。申し訳ありません。ここが方針師だ。まもなく方針師の試験が始まります。私と共に。方針師の試験に参加する者は皆、先生、ここをタップして試験。私は方針師の総監。こちらに今回の試験に必要な薬膳が表示。薬膳に基づき、一つ目の食材、二つ目の食材を選んでください。三つ目の食材を選んでください。調味料を選んでください。こちらをタップして。静止でございます。
さすが若様。ここをタップして十条園に入ることができる。俺は他にやることがある。九州を訪ね少し休むといい。危機一髪をタップして。あの時は僕が駆けつけたからよかったもん。氷林館 G 大佐。アイコンをタップすれば奥義を放つことができる。ここをタップすれば自動。すべて世の手の内を。問答無用。もう戻ったのか。ここをタップすれば召喚画面に入ることができる。召喚をタップすると住所。いいじゃないか。それさすがお目が高い。ここをタップすれば陣容画面に。今はまだ従者がいないみたいだね。こちらは先ほど召喚した従者。彼女は教林館でも年功のある見習い。